はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。皆様お待たせいたしました。今日はですね、こちら僕の山梨のお家、新しいお家の、全貌をお見せしていきたいと思っております。この間ね、ルームツアーじゃなかった、このスタジオ部屋だけ、紹介という形で動画出したんですけれども、今日は全貌をお見せいたします。結構ね、なんかいい感じになりましたよ。まあ2ヶ月くらいかな、引っ越してきてからかかったんですけれども、まあ、なかなかのカフェ部屋になったんじゃないかなと思いますんで、まあこれからね、増やしていくものもあるんですけれども、これまでね、京都の家じゃなかなかできなかった自分がやりたかったお部屋作りとかをね、存分にできるようになったんで、まあ本当ね、楽しんでやりました。ちょっとね、その結果を皆さんに見ていただければなと思います。はい、それではじゃあ早速いきますか。よいしょ。はい、じゃあまずはこの部屋からですね。前回もお見せしたんですけれども、こちらが僕の、スタジオ兼編集部屋でございます。こちらでパソコンがありまして、照明とデスクと、まあ、カメラとかこの辺に置いて、で動画で紹介していない、ね、ものとかも結構あるんですけれども、まずこのデスクですね。これ楽天市場で買いました。3万くらいだったかな。まあそんなに高くない、まあ、4万とか5万とか、まあ、探せば結構いいのあるんだけど、まあ、なかなか作りも良くて、レビューとかもね、良くて、反りも少ないって聞いたんで、とりあえずこれを買いました。かなりね、満足してます。色の濃いね、テーブルが今までずっと欲しくて、前の家はパイン材の、ね、折りたたみのテーブル使ってて、まあ、あれも良かったんだけど、コーヒーってなると、結構ね、深い落ち着いた色合いのこう机の方が、やっぱ他の人の動画とか、なんかインスタとか見てると、なんか映えてんだよね。なんかいいなと思いながら、ちょっとね、羨ましかったんですよ。だからね、こういうの書いてすごく良かった。でかくてね、使いやすくて、いろんな、まあ、ドリップポットとかさ、コーヒー機材っていろいろあるから、撮影の時とかに置けるスペースがいっぱいあって助かってます。で、撮影の時とかに座ってんのはこの椅子ですね。 Amazon で、まあ、適当に買ったんですけど、後ろがね、背もたれが高くないやつで、まあ、背景の邪魔にならないようにこんな感じでいつも座ってます。で、普段ご飯食べたりとか編集する時はこれに座って、ゲーミングチェアですね、こんな感じでゆったりやってます。はい、でこちらは僕のコーヒー道具のメインの背景ですね。自分で壁紙とレンガ貼りまして、コーヒー道具とかいろいろ飾ってます。コーヒーの木もね、一応ここに置いてまして、まあそろそろね、植え替えしてあげたいんですけど。でこれ DIY 動画で作った棚ですね。あと紹介していない範囲でいうと、この床かな。この床、白い板張り風ね、板張りじゃなくて板張り風のちょっとグニグニした床なんだけど、全部屋の中でここの一角だけラグを敷いております。これ楽天市場で買ったやつなんですけど、本来はね、敷くつもりなかったんですよ。最初ね、なしでやってたんですけど、そしたらね、こうやって声が響くんですよ。わかるでしょ、こっちこっちはめっちゃ響いてるんですよ。こっちで撮影してるんですけど、こっちでだけは響かないようにと思って、ちょっとね、敷いてだいぶマシになりました。まあでもよく考えてみたらね、ここで編集とかもするし、まあここくらいは居心地よくしてもいいかなと思って、とりあえずここだけ敷いて、あとはこうやってスリッパをね、履いてお家の中は移動する感じですね。でもこうしたことによってね、本当に掃除が楽になりまして、前の部屋 1K よりも楽ですね。これ 2LDK っていう、まあ一人で暮らすにはかなり大きい部類の部屋になるんですけれども、これクイックライパー1本濡れたやつくっつけてね、朝毎朝、1、2分かなでサクッと掃除終わるんで、すごく助かってます。これ何だったかな、確かなんかのミニマリスト系の動画で見たんですよ。部屋にラグとかいろんなものを敷いてしまうと、やっぱりほこりがたまるから、なるべく床はフラットにして、クリックワイパー1本で、生活してますよっていう、まあ、本当かと思ったんだけど、本当でした。めちゃめちゃ楽。これはね、本気でおすすめ。なるべく敷かずにクリックワイパーで済ませる。まあ、今後ねペットとか飼い出したらまた変わってくるかもしれないんだけど、とりあえず今のところね、これ楽で済んでるんで、おすすめです。あとはここにエアコンがあるんですけど、ここなんか伸びてんの見えます？これね、光回線なんですよ。エアコンの換気ダクトを通じて、独自の光回線を入れてるんですね。本来であればここマンションなんで、電話回線通じて、100メガまでだったかな、結構遅いめのやつならね、できるんだけど、僕 YouTuber で結構生配信とかもするんで、それじゃちょっと追っつかんということで、ちょっと変えてもらってね、こんな感じで工事をして入れました。はい、それからこっちですね、間接照明が1個ここに立っておりまして、ここにはさっきのコーヒーの棚と一緒の DIY した棚を自作で置きまして、服をねこうやって並べてます。服屋さんみたいでしょ。こうやってね置いておくと見やすいし、選びやすいし、前のうちでもね似たようなことはしていたんで、これ便利だなと思って続けております。それからここが寝室でございます。
でベッドは結局ね、新居の初公開動画で軽く話した無印のベッドフレームはでかすぎて玄関通らなかったんでしょうがないから近くのニトリ行きまして、シングルサイズのこれをね、バラバラで搬入できるやつ買って組み立ててここに置いてます。ここで毎日寝てるんですけど、まあ十分ですね。特になんか人増える予定もないしまあ、あのペットぐらいはね、ペットの布団くらいはかもしれんけど、まあ、とりあえずこれであのいつも快適にね寝ております。もう前までのさ、京都の布団が冷たくて硬すぎたから、あめっちゃね、あの寝心地よくね寝ておりますよ。で、まあ、申し訳程度にここにあの前に飾ってた、コーヒーの浅袋が貼ってあります。あとはこっちかな。ここがね、僕の髪を乾かすところですね。洗面所が狭すぎてあのゴンゴン当たるんで、もうここに作っちまいということで、無印の棚をここにバーンとつけて、その上に今鏡を置いてここでやってます。ドライヤーとヘアアイロンとかもここにもう全部置いてありますね。僕本来メガネくんなんでね、はい、こうやってメガネをいつもかけております。それからこっちかな、ここにねでっかいのがありますけれども、これあの僕の筋トレ用の、まあ、要はベンチプレスするとこですね。まあ、最近には他にもいろいろ使えるんですけれども、こうやってこうガシガシやってます。あと地味に嬉しいのはこれですね。前のうちは絶対置けなかったんですよ、姿見。うわ、姿見で自分の全身置いたのいつぶりってぐらい、5、6年ぶりってぐらい、もう本当に感動した、これは。はい、こちら、懸垂マシンでございます。前のうちからこいつはあったんですけれども、前のうちでは筋トレをして、懸垂をして、その後に、物干しがないからここに干すという、手旗取るという。もう、ほんと悲しい現実だったのよ。これを、まあ、今はね、普通に使ってます。で基本トレーニングするときはこういった手袋を使用するんですけれども、ここで、まあ、自重トレーニングしたり、さっきのベンチプレスしたり、こういうダンベルとかね使いながら、筋トレをしてます。で、まあ、コーヒー飲んでね撮影して、編集してばかりやっていると絶対ね体なまってくるんで、まあ、そういった意味でも健康を保つために、やっておいた方がいいかなと思って、はい、こんな感じで寝室に置いてあります。で実は地味にねこうやって、ペンダントライトが全部屋に吊るしてあるんですよ。本当はあの撮影部屋にね3つまとめてポンポンと置こうかと思ったんだけど、ちょっとごちゃごちゃしてるなと思って、なんか変だなと思ったから、もうこうやってシンプルにねポンと1個吊るす感じで置いてあります。これ1個あるだけなかなかいいでしょう、かっこいいでしょう結構気に入ってます。でカーテンはね、確かこれはニトリで買ったやつだったかな。まあレースカーテンあるんですけど、だいたいこれを開けて寝て朝日で起きるみたいな生活をしてます。で多分これもね YouTuber あるあるだと思うんですけど、 YouTuber だいたい昼夜逆転とかさ言ってるじゃん。周りも結構多いのよ。それ結構なんか体になんか悪影響を及ぼしそうだし、なんか健康的じゃないなと思って、なるべくまあ朝起きて、夜寝るっていう生活をしたいなと思って、今のところ、こうやって、まあ、ちゃんとね朝起きるようにしております。まあちょっとだけね追い込みの時期とかあったりすると少し、まあ、ずれるんだけど、まあ、寝室はまあそんな感じですかね。さあ、それでは最後のメインのお部屋に参りましょう。はい、こちら、こちらが僕のまあキッチンですね。まあ、基本僕ご飯ってスタジオのお部屋で食べちゃうんで、ここまあ使わないんでね、広さ持て余すなと思って、まあ、だったらここも撮影スペースとして使ったらいいんじゃないかということで、こうやってバーカウンター置いたんですよ。まあ、ここでねコーヒーを入れられるようにしてしまえば、ここにあのバーチェアもあるんで、ここでお客さん対応とかもできるし、まあまあこんな感じでね、撮影することもできるし、でこっちには前のねうちで使っていたコーヒー器具の棚とかもありますし、あとあこっちもですね、結構頻繁に使うビームヒーターとかサイフォンとかもここに置いてますし、大きい冷蔵庫は、ね、ここに来たんで、まあ、かなり食材とかコーヒーの管理とかも楽になりました。でレンジ、トースター、炊飯器に、これがヨーグルトメーカーかな、こいつでいつもねカスピ海ヨーグルトを作っています。これはねもう学生の頃からずっと続けていて、毎朝ねこれで作ったカスピ海ヨーグルトを食べるのが習慣なんですよ。で、ここにもコーヒーのカップとかもそこそこありますし、で、ミートワイプもここにストックをしていて、ここでお湯を沸かしてドリップポットに移してここで入れるという感じですね。で、あと、あ、大事なのがね、これこれなんだかわかりますか？洗い物用のね、こうなんだろう、置き場所っていう、なんだろう、なんていうのこれなんか、マットなんですよ。これに、要は洗い物して、流したやつを一旦置くんですよ。で、もうその場で拭いてしまって、拭き上げてしまって食器棚にしまうと。そうすることでね、まあカビとかも発生しにくいですし、単純に場所も空きますし、でそれ以外にもね、実はこの辺に、今後何かしらのでかい物が来る予定もありますんで、まあそのために置いたのもあるんですよね。で今後また進化はしていくんですけれども、まあ、一応キッチンこんな感じかな。
こっちのアングルも一応見せておきましょうか。これが、まあ、バーカウンターの裏側ですね。ドリップスタンドとかコーヒーサーバーとか紅茶の缶とかがあります。でお客さんから見えないようにね、ここにゴミ箱がありますし、あとはこれですね。これがね、要は何だろう、介護とかにも使われるような、玄関に置く踏み台みたいなもんなんですよ。バーカウンターって結構高いんでね、これを置くことによって一段上がって、まあ、こんな感じでね、コーヒーのドリップもいい高さでできるようになりました。 あと忘れてましたけど、ここにネクストジーもいますよ。個人的にはね、結構満足しております。で、これですね。これね、もともと何もなかったんですよ。カーテンとか仕切るものは一切ね、ただのこう通路ですごいね、あのスースーしてたんですよね。だから無理やりこう突っ張り棒のカーテンレールをここに置いて、カーテン独立でつけました。これも確か楽天だったかな。カーテンはオーダーメイドのサイズもできるし、これも確かね、サイズが90から120とか、なんかいろいろね、サイズがあって、多分両側さえしっかりしていれば、ね、どこでもつけれるタイプのカーテンレールなので、これね、かなり便利ですよ。押し入れとか窓辺とかにもつけられるし、だいぶね、重宝しております。こちらが前も見せたんですけどね、そんなに変わってません。洗面所です。ちょっと狭いんでね、洗濯機にまた突っ張り棒で、こうやって洗濯物かごとかタオルとか置いて、そのまま伸びる、蛇口のついた洗面所ですね。あるものとしては化粧水とか乳液、それから保湿クリームにオイルクレンジングと、制汗スプレーと、これリステリンですね。髭剃りはジレットプログライドがずっとお気に入りで使っております。でトイレはこんなんかな。ウォシュレット付きの、トイレにここに無印の、コーナータイプの棚をつけまして、これね、あの前にバーヤがくれたソープフラワーっちゅうの、なんかね、いい香りのする石鹸素材でできた花束をくれたんで、あのバレンタインでね、とりあえずここに置いてます。それからお風呂なんですけど、ここは本当にそこまで特筆するべきことがなくて、あ、これかな。シャワーヘッドとホースはね、自分で買いました。まあ、元々のがね、あんまり良くなかったんで、自分で Amazon でこれホース買って、あとシャワーヘッドはね、1個目 Amazon で買ったんですけど、あんまりこう良くなくて、うち低水圧とか、まあ、水圧がね、弱いところなんですけど、ちょっと弱すぎるぞと一応低水圧用買ったんですけど、あまりにもだったんで、ダメ元のつもりで近くのホームセンターでね、買ってみたらすごいいいのがあったんで、これでね、解決しました。一番のね、これネック、ここだったんですよ、このうちの水圧が弱いという地味に嫌なやつ。これ解決したらすごい良かったですね。あとはね、あ、そう、中にね、シャンプーとかトリートメントと置いてないんですよ。こうやって、要は銭湯に行くような感じのカゴ、これにね、トリートメントとシャンプーと、オルビス U の、まあ、洗顔ですね。あとは洗顔ネットに、髪を留めておくこのやつ、一式を入れて、ボディーソープだけね、入りきれなかったんで中に入れてやってます。こうしておくとさ、あの風呂にずっと置いておいて、下のところがカビるヌルヌルしてくるとかあるじゃん、あれがなくなるし、割と近場に、ね、健康ランドとかもあったりするんで、まあ、お風呂入りにこれそのまま持っていけば済むし、なかなかね、いいなと思ってます。あとはこれですね、お風呂の軽装のバスマット、うん、まあ言うてそれくらいかな。いや、でも本当にね、生活の水準が変わりました。まあ、最初からね、この家だったらありがたみが分かんなかったかもしれないけど、前の家本当に狭くて、あの撮影空間とね、生活空間とも共存させながらすごく狭い空間だったんで、いやー、本当にありがたい今でもね、あの、あ、よかったなって思いながら、あのでもこのために頑張ろうと、あのこの生活をね、守るために、でまたペットをお迎えしたりとか、これからを伸ばしていくために頑張ろうというね、気持ちになるお部屋にできたかなと思います。うん、まあ、これからね、いろいろ手を加えていくことも、まあ、もちろんいっぱいあるんですけれども、とりあえず現状こんな感じでございます。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、カズマックスの新居兼新スタジオのご紹介でございました。まあ、よかったらね、コメント欄で感想を教えていただけたら嬉しいです。で、あと、あの、もしよろしければ、あのこういうものあるよとか、なんかおしゃれ家具とかなんかおすすめなものあったら教えていただけたら嬉しいです。あと、あ、キャットタワーとかもね、置く予定なんで、まあ、そのおすすめとあったりとかもありがたいです。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。